どうも、トマッピーです。いつもご視聴ありがとうございます。本日のトークテーマお願いします。はい、今日のトークテーマですが、はい、この前マジック30周年のイベント行かれてましたよね。本当と言った？はい、英邦さんと、はい、うん、今回こうマジック30周年おめでとうということで、そこの思い出を語ったり、いくつかの項目に分けていろいろちょっと質問していくので、はい、ちょっとそれに答えていってもらってもいいですか？わかりました。マジック30周年記念トーク的な、そうです、感じですかね。じゃあまずはマジックザギャザリング改めて30周年おめでとうございます。あ、進んだ生みの親であるね、リチャード・ガーフィールドさんや首席デザイナーのマーク・ローズウォーターさん、はじめ関係者の皆さんや、コミュニティのねプレイヤーの皆さん、おめでとうございます。ファンのコレクターの皆さんもね、おめでとうございます。まず一つ目は、冒頭にもあった通り30周年記念のイベントどうでした？実は僕も行ったんですよ、トモハッピーが行く前日ぐらいに。はい、なんか思ってたよりも人が多くて、実はマジック・ザ・ギャザリングのユーザー数をちょっと舐めてたところもあったんですけど、もう原画展みたいなのはすごい惹かれましたね。やっぱりマジックといえばアートみたいな、うん、すげえ人多かった。俺行ったの9月3日日曜日でさ、はい、中村くん行ったの前日ってことは9月2日土曜日でしょ。そうです、始まって2日目3日目行ってるんだけど、はい、いや人多かったね。めっちゃ多かったっす。パワー感じたね、マジックの。めちゃくちゃ感じました。平日行けばよかったって思った、正直すげえ盛況だったね。すごいですよね。渋谷の宮下パークっていうさ、もうめちゃめちゃ新しい建物、もともと宮下公園っていうさ、はい、そこをねマジックがハンジャックしててさ、はい、3部屋4部屋ぐらい借りててね、物販とか展示とかプレイラウンジもあったし、はい、新しいエルドレインの森のね資料の部屋なんかもあって、ありましたね。うん、で物販もめちゃめちゃ混んでたでしょ。整理券配ってたよ。めちゃくちゃ混んでましたよ。俺びっくりしたのが、渋さんのドラゴンの和風イラストのプレイマットが売り切れてるのはまだわかる、はい、わかるね。初日とかもその斉藤直樹さんのプレマが売り切れちゃったのもわかる。俺びっくりしたのが、はい、マジックのマナシンボルのキーホルダー買おうと思ったのよ。はいはい、それが売り切れてんの。あ、そうなんですか。そう、白、青、黒、赤、緑一個ずつ買おうかなみたいな、はい、思ったら売り切れてんのよ。マジですか。そう、青と黒と赤だけ売り切れてんの。あー人気な人気色多めにしといてみたいな。やっぱ5色欲しいよね。そうですね。まあそれはいいんだけどさ、いやめちゃめちゃ良かったよ。なんだろうね、特に良かったのが30年分の、はい、登場したカード、めぼしいカード5000枚の展示されてた部屋ありました。めっちゃときめいたね。あれやばいっすね。めちゃめちゃおしゃれにカードがレイアウトされててさ、うん、あとデッキ、あ、補充とか再稼働とかさ、はい、やばくないの、デッキが大きい額にさ全部平置きでレイアウトされてんの。めっちゃかっこよかったっすね。めっちゃかっこよかったね。展示方法やばいっすよね。あれ俺なんか自分のスタジオとかでやりたいなと思ったもん、はい、ミドリタンストンピーみたいな、はいはいはい、1999年ファイナルズ斉藤智春みたいな感じでやりたくない。あれめっちゃかっこよかったっすね。あれやろうや。なんかで原画もいろいろ素敵なのあったよね。最近のコラボのさ、はい、天野リリアナとかさ、ありましたね、はい、あと、しずき海斗とか、はい、すごいよね。エリシュノーンとかめっちゃ最近のやつもあってさ、はい、いやときめいたね。30年感じたね、うん、アルファとかのブラックロータスもデュアランも展示されてて、はい、いやあんなおしゃれスポットであんなおしゃれ展示見せられたらね、新人上がりますよ。飲食店のコラボメニューもあってさ、ありましたね。あれちょっと飲食店的にはしょうがないんだろうけど、はい、マジックプレイヤー的に残念だったのが、飲食店のお店によってはそのコラボメニューやってますっていうのが店入って開かないと分かんないっていう、はいはい、大々的に店頭に飾ってくれてる店もあるんだけど、外から見たらここがコラボメニュー取り扱えてるんだって分かんないお店もあって、はい、それはちょっと残念だったけど、まあ、しょうがないの。それぞれのお店の経営の中でさ、うん、できる範囲でやってるからね。そうですね、マジックのために経営してるわけじゃないから彼らいやーよかったな。でやっぱ宮下パークなのがいいよ。あれなんでこんな渋谷なんて親和性悪いとこでやるんだって思ったの最初、はいはい、でもうっかりしてたわ。渋谷にはさ DCI ジャパントーナメントセンターっていうさ聖地があってさ、はいはい、日本のマジックの歴史はさあそこから始まったようなもんだからさ、あ1990年代 DCI ジャパントーナメントセンターができてガーッと盛り上がったのやっぱマジックって、はいはい、っていうのは
でそこに通いたくて俺も東京に出てきたぐらいだから、はい、その渋谷っていうのは日本のマジックの歴史を語る上でさ最も重要な場所の一つ でさ俺がファイナルズ日本一になったのもさ、はい、その渋谷の DCA センターだしさあそうなんですね、うん、いや最高だったねケチを言えばあるよ原画とかもうちょっといい飾り方できなかったのかなとかセキュリティ大丈夫かなとかあるけどネットでもなんかそういう声あったんでしょはい、なんかちょっとありましたね、うん、なんかリュックサック当たったらこの原画傷ついちゃうじゃんとかはいはい心配もあったけどなんかいやトータルめちゃめちゃ良かったね最高だったねこれなんか一緒に行けて良かったけど予報さんと、はい、一人で行って平日にじっくり見たいなっていう気持ちもあったもう一回うんもう一回行きたくなるぐらいだもんね映画とかだってなかなかないのさその展示だよだってはいカードとか原画の展示でさ一回見たらいいじゃんっていうのが普通の感覚だと思うんだけどはいもう一回行きたくなるもんねすごいですねそこまで思わせるっていうのは一人で行ったりとかまた違う人と行ったらまた違ったなんか思いとかさ違った感想交換とか、はい、思い出トークとかできるんかなみたいな確かにでまあねイベントもすごい面白かったんですけど、まあ、マジックの一番の思い出とかも聞いてみたいですやっぱさっきも話し出したけどそのファイナルズ優勝とかでさ結構運よくさハマっていったのとかもすごいいい思いだしプロツアーチャールストンヤソと、カジ君とさ KJ って呼んでるんだけど、はい、世界大会で優勝できたのもいい思いだしプレイヤーオブザイヤー2007に輝いたとか、はい、最高だったしプロプレイヤーとしての多くの思い出があって一番って迷っちゃうんだけど俺の中ではハレリアを創業してたくさん発展させて盛り上げ貢献できたことが一番の思い出かなあー一カードゲーム少年がさよくあそこまでやったよって今なんかちょっと褒めてあげたい気持ちはあるんだよね正直トピックがやっぱその1大会優勝とか1年で最優秀選手とかより10年以上かけてすごいもんが作れたっていう結構さ儲かるからただ拡大したって感じじゃないじゃんその無理めの目標を立てて走って発展させてきたこともあったじゃんねただねはいすげえさ遊戯王ショックからさ TCG 不況の時にいや逆に余力がある今マジックの方にもこう向かい風が吹き切る前に札幌福岡同時出店行こうみたいなさわけわからん何言ってんのみたいなわけわからんみたいなそういう時こそそのシャープにして利回り良くしてさ一回そのムードを耐えるっていうのが普通なんだけど、はい、でもその全国に出したことで今そこは多分利益出てると思うね多くの店はねでも本当自分の人生は中3でマジックに出会ってからマジック中心で回ってるしあらゆることがほとんどのことがマジック盛り上げたいとか、うん、楽しみたいにつながって動いてきた感じがするねちょうど次のトークテーマが、うんまあ、マジックがもっとこう盛り上がるためにはどうしないといけないのかっていうのがあったのでそのままちょっとこのテーマに入っていってもいいですかはい、マジックがもっと流行るためにはそうですまあもちろんその無限の可能性があるからさ、はい、無限のアプローチがあると思うんだけど商品のシンプル化じゃないやっぱりだこんなめでたい時にする話でもないけど、はい、ドラフトブースターセットブースターどっちかでいいよやっぱりでもリミテッドはしたいからドラフトブースター従来のブースターをもっとワクワクできるブースターにして大当たりとか特別カードとか多少昔より多くていいからでリミテッド出たらそのまま使えていいからドラフトブースターだけにしてほしいな、まあ、コレクターブースターはいいよ売り上げも大事だと思うし喜ぶ人もやっぱいるじゃん一部そうです、ね、盛大なくじ引きみたいな感じで取り扱い店も扱いやすいしさ同じ種類の商品たくさん作った方が原価も安くなるからさ、うんうん、それはそれで儲けにもつながるしいいと思うんだけどねじゃあ今みたいになんかこうフォイルの種類がいくつもあってみたいなよりはそうだねカードの種類も細分化すると多すぎるね今出るカードがはいでそれはなんかいい複雑さだと思うの一個のでも現在進行形のものに対してはシンプルにした方がいいんじゃないっていう、これからも長年続いていく中でどんどんトータルで見たマジックザギャザリングって複雑になるしハードルがおのずと上がる要素があるから、うん、世の中のそのカードゲームリテラシーとかカードゲームへの熱が上がってきたとしてもさやっぱり最初さ何で遊んでいいか分かんないっていうのはさこれはもうマジックの多様性魅力とのこう表裏だから裏表だからしょうがないんだけど
何の製品を買った方がいいかとかは分かりやすくしてほしいよね。あとはアリーナデッキとかそんなに正直めちゃめちゃあってよかったと思うし、あれある方がいいと思うんだけど、そこまでなんか結果としてのインパクトが大きくなかった気がするから、うん、もっとそのインパクトある入門用のそのこのデッキ買って遊んだらとりあえず楽しいみたいなさ、はいはい、そういう商品を増やしてほしい、力入れてほしいかなって。なるほど。あとはやっぱこう、これメーカーじゃなくてさ、コミュニティに対して思うことなんだけど、はいはい、この素晴らしいゲームをみんながもっと自信を持ってもっとみんなにシェアすればいいんじゃないかなって思うね。なるほど。っていう、自分がこんな最高だと思ってるものをさ、シェアしたらもしかしたら相手にとっても素晴らしいものかもしれないでしょ、今後の人生にとって。そうですね。素敵なものってどんどんシェアすべきじゃない、自分だけでギュッとするべきじゃなくて。確かに。しかも別に減るもんでもないしさ、うんうん、例えば並ばなくてこんなうまいんだっていう飲食店があったらシェアしたくない気持ちもわかる。でもマジックの場合ってそんなに全国的にプレイスペース難民も出てないしさ、カードが買えないってこともないでしょ。はい。俺らが頑張ってシェアしたところでポケモンみたいな社会現象になるかって言ったら、そんなキャッチーさはないよマジックに。マジックはキャッチーさじゃやっぱポケモンと比べたら全然天と地の差でキャッチーじゃないと思うんだよね俺、はいはい、アートとか素晴らしいけどよく見ないと分かんないし、うん、ゲーム面白いけどやってみなきゃ分かんないと。だからそのマジックを大事にする、強い魅力を感じてるみんながもっとこうマジック・ザ・ギャザリング最高なんだよっていうのをシェアしていくことが大事なんじゃないかなって思う。ありがとうございます。その上でこのマジック・ザ・ギャザリング30年を迎えたんですけども、この後何年ぐらいまだ続くと思いますか、マジックは。何年続くと思うかか、何年続いてほしいだったら無限に続いてほしいけどね。俺1990年代の最後にショップにさ、展示用の記念品みたいなのがショップに送られてさ、はい、M って書いてある銅板なんだけど、見たことある。そこにさ書いてあるのよ、トアにマジックザギザリングって。おー、なんかあの時のマジックって1993年に出てさ、まだ10年経ってない状態じゃんね、はい、そこでメーカーがトアにマジックザギザリングっていう熱い思いを書いてるわけ、すごくない？メーカーそんなにこのゲームのこと大事にしてくれるんだみたいな、そんな熱い思いがあるんだっていう。俺はその時このゲームめちゃくちゃすごいなって思ってたけど、はい、当時初心者だから自信がないわけよ。これめっちゃ楽しいけどあと 2,3 年で終わっちゃう可能性もあるなみたいな、数年前ミニ四駆のブームも終わっちゃったしみたいなさ、そんな感覚なわけよ。だからその銅板を見た瞬間さ、もうこのゲームずっと続ける意志があるんだみたいな、続くかは分かんないけどずっと続けたいっていう意志が強いんだって思って、メーカーがさ、やっぱ理念とか大事だよ、そう考えるとね。そうですね、うん、だからずっと続いてほしいなっていうお気持ちだったらね、簡単に言えるんだけどね。なるほど。いつまで続くだろうだもんな。そうなんです。10年ぐらい前は100年続くだろうなって言ってたの俺は。はい。で今も100年続くだろうなっていう風にも思うんだけど、はいはい、10年前より自信がないかも。若者、子供が入ってきてないよね。あ、やっぱりその若者、子供が俺らの世代よりもその趣味が充実してるんだよね。子供の多種多様な趣味娯楽っていう意味で言ったら相手が強くなってるのね、うん、そんな中そのマジックも強くなってると思うんだけど、なんだろうね、今マジックって平均多分35歳ぐらいなのかなっていうイメージがあるんだけど、はい、その人たちが60歳になるぐらいまでは続くんじゃないかなって思うんだよね、自信持って、はい、まあでも子供とか若者は入ってこないけど、結構その20代の社会人独身の時に始める趣味としてもめっちゃいいかなと思ってて、めっちゃ若い子とか子供いなくても常にその20代前半の人たちとか、はい、20代半ばの人が入ってくるっていうところをいっぱい増やし続けられれば無限に続くかなとか、うんうん、もう本当にそれはメーカー次第、今マジックが好きな皆さん次第なところは大きいと思うんだけど、カードゲーム全体がこんだけ盛り上がってる中で一番の歴史を持つ存在っていうのは強くあり続けるから、そこの要素は強く働き続けるじゃん。そう考えるとカードゲーム全体の調子がいいし、他のカードゲームから入ってくるっていうルートも昔より増えてるから、うんうん、
まあ予想としては100年は続くね結論。なるほど、100年続いてほしいですけどね、僕も思いますけど。マジック100周年ってことはさ、今からあと70年続くんでしょ。そうです。110歳まで生きないと見れないもんね、それね結構きついね。きついですね。最近 毎回全部食べた食事入れて健康管理ちゃんとしてるから。出た。110歳までいけるかな、もしかしたら今大事なこと言った。とってもユーザーの皆さんが、はい、その自分の健康管理を大事にして長生きすることでマジックの寿命も長くなると思うよ。確かに。それじゃない、みんなで長生きして長くマジック楽しもう、支えようみたいな。はいということで、皆さんマジックザギャザリングと一緒に長生きしましょうアスキャンアプリおすすめです。多分カードゲームはあんまり聞いたことないと思う。あんま分かんないですけど、モデルさん同士だと食べるとき、食べてるときにアスキャン入れるからちょっと待ってっていう会話があるらしいはい、ということでマジックザギャザリングと皆さんの長寿を祈ってます。今後のご健勝ご発展も願ってます。チャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。